イベントデータレコーダー。イベントデータレコーダーとは、車載型の事故記録装置の一種。エアバッグ等が作動するような交通事故において、事故前後の車両の情報を記録するために、自動車内に設置される装置である。記録装置の本体は、エアバッグの電子制御ユニット、駅に内蔵されている。衝突事故の前後に、自動車の挙動がどうであったかを、 公的な機関が判断することを助けるために、このイベントデータレコーダー以下 EDR を回収して分析することができる。EDR は警察車両や商用トラックに搭載されている音声、テープレコーダーやビデオカメラより、むしろ航空機に使われるブラックボックスのような単純で衝撃耐性が高いフラッシュメモリーなどに用いられる用語である。 様々な形態の EDR があり、それぞれ多くの特許が存在する。衝突までの数分間を記録し、オーバーライトしながらデータを記録し続けるもの、常時作動し、速度か各運動量における急変などの衝突と似たような事象によって動作記録をロックされるもの、交通事故が終わるまで記録し続けるものなどがある。EDR はブレーキが使用されたかどうか、衝撃。 ハンドル操作時点の速度とシートベルトがクラッシュの間に締められたかどうか記録することができる。事故現場で回復されるまで情報を保持するタイプもあればデータを無線で当局、警察や損害保険会社などに送ることができるタイプもある。車両事故の分析において複数の車両が関係するケースでは互いの運転手の言い分が食い違うことが少なくなく両者とも 進行方向の信号は青であったと主張する例、また当事者の一方が死亡するなどのケースもあるため、互いの責任割合がどのくらいの比率になるかを判断するためには、現場に残されたブレーキ痕や車両部品の破片の分布、周囲から証言などをもとにして、推測で判断せざるを得なかったが、この装置を活用することで、客観的な分析が可能となったことで、導入者における、 自己処理の迅速化につながっている。現在、アメリカ合衆国には国家道路交通安全局が EDR の統一規格を開発し、すべての新車にその EDR の装着を義務づけるように働きかけいるロビー活動グループもあり、義務付けが予定されている。現在ではアメリカ国内法で装備する必要はないが、 いくつかのメーカーが自発的に EDR の装着を始めた。2003年の時点で EDR を装備している自動車車両が世界で少なくとも4000万台あった。また、アメリカの損害保険会社が免許1年未満の運転者に無償貸し出しサービスを始め、近親者に電子メールで内容を報告するサービスも行っている。日本国内では 自動車メーカー製造時に EDR を内蔵している車種が増えている。車速、エンジン、モーター回転数、アクセルブレーキの踏み具合、ABS や ESP の作動状況、シートベルトの着用の有無、ハンドルの角度を自動的に記録する。トヨタ自動車は2012年以降のすべての新型車に EDR を搭載している。なお、衝突被害軽減ブレーキの搭載車で、 システムの作動のため画像処理を行っている車両であれば前方カメラの映像を記録に転用できるのではないかという指摘がしばしばなされるとがあるがこのような解析を目的としたカメラは映像の再生には適さず分析アルゴリズムなどの技術流出を防ぐ目的もあって映像記録用としては活用されていないとされているが自動車事故発生時の状況を記録するための 車載型の装置としては EDR の他にカメラで映像を記録するためのドライブレコーダーがある。EDR が自動車メーカーが自ら標準装備品として製造時に組み込むのに対してドライブレコーダーは後付けされるものが主流でユーザーが自分で購入して取り付けたりディーラーオプションとして取り付ける。車載するのではなく交差点に設置して 自動車事故発生時の状況を記録する装置として、交通事故自動記録装置、TAMS がある。自動車以外のデータロガーとしては、航空機に取り付けて、各種情報を記録する、フライトデータレコーダー、FDR や、船舶に取り付けて、各種情報を記録する公開データ記録装置、VDR ある。航空機では、操縦席での音声記録を録音する。 コックピットボイスレコーダーと FDR を合わせたものが、ブラックボックスと呼ばれる。鉄道車両に搭載されるものは、運転状況記録装置と呼ばれる。新幹線で軽電車には、ATC 信号の記録装置が装備されており、取り替え事故の際、事故の全貌解明に、貴重な資料となった。JR 西日本207軽電車にも、 非常ブレーキをトリガとする記録装置が搭載されており、JR 福知山線脱線事故の事故解明に用いられたが不十分だったため県議が当時の航空、鉄道事故調査委員会によって列車走行状況等を記録する装置の設置と活用が出され、その後設置が進んだ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。